身代わり白爵シリーズは、聖家三森による日本の少女向けシリーズ小説。イラスト担当は、根岸京子。角川ビーンズ文庫より2007年3月から2017年5月まで、短編集、外伝を含め、全27巻刊行された。柴田伊鈴による、作画の漫画版が、月刊アスカに連載され、アスカコミックスデラックスより発売されていた。 2012年2月に連載は終了したが、9月より、身代わり伯爵と秘密の日記というタイトルに変更して、再開された。また、マリンエンタテインメントより、ドラマ CD 化もされている。2017年11月時点で、シリーズ累計発行部数は150万部を突破している。パン屋の後継ぎを目指していた、元気な庶民育ちの少女、ミレイユが、双子の兄、 フレッドの身代わりとして白爵になりすまし繰り広げる王宮ファンタジー。キャストはドラマ CD 版のもの。対抗家関係者シアラン騎士団、第五師団、ミレイユーがミシェルとして潜入した騎士団。オズワルドによって新設され、彼に従おうとしない一派や、シアラン出身でないものが多く集められていた。副長のイゼルス以外、ミシェルが女であるとは、 最後の最後まで気づかなかった。現在は、大公となったリヒャルトによって、ミレイユたち一家が止まっている。館の警護や、ミレイユの護衛を命じられている。新設部隊であるがゆえに割と自由に動けるので、リヒャルトから個人的な任務を命じられたりしていたが、いずれは大公費付きの騎士団に格上げされる。霊場たちミレイユが、交流会で出会った霊場たち。大きさき、 殿下、マージョリー付きの助官によって厳しく試験され、合格者であり、ミレーユが望んだ彼女たちが、未来の上級助官として、城に上がることに。その他、身代わり伯爵の冒険1、2009年2月26日、ISBN 978から4から04から85万4300から2、身代わり伯爵の冒険2、 2009年12月26日、ISBN978 から4から04から85万4410から8、身代わり白爵の冒険3、2010年6月26日、ISBN978 から4から04から85万4495から5、身代わり白爵の冒険4、2010年12月25日、 ISBN 978から4から04から85万4571から6。身代わり白尺の冒険後。2011年8月26日。ISBN 978から4から04から85万4676から8。 身代わり伯爵の冒険6。2012年3月26日。ISBN 978から4から04から12148から0。身代わり伯爵と秘密の日記。2013年9月26日。ISBN 978から四から04から12859から5。シリーズ累計150万部突破の大ヒットライトノベル。 身代わり伯爵シリーズから、外伝発売。これは、胸熱が止まらないとファン大興奮。ダビンチニュース。https://ddnavi.com/.news/.370728/.a/.2020 年9月12日へ閲覧自分の父親が、商人の息子で、結婚前に亡くなったというもの。正式には、ロイデンベルグ伯爵だが、 ベルンハルト公爵家の正式な後継ぎだと宣言するために名乗っており、国王もそれを許している。上から順に妹、母、公爵家の次女、セシリア、リディエンヌ他、らしい。が、ひそやかながら、リディエンヌには淡い恋心を抱いていた模様。亡くなった母の形見であり、子供の頃、いつか好きな人ができたら、送る、よう母から言われていた。 シアランから彼女をかくまうため、髪はルーディが提供している染め子で染めている。サビアーの監修。行方不明であるとされる。第五講師、アゼルレード。ありがとうございます。